山寺です。今ですね、新開地に来ております。新開地の中にはね、メトロ神戸っていうね、地下街があるんですけどね、このね、メトロ神戸がね、またね、素敵なんですよね。これちょっとね、ものすごいね、レトロしてません？なんかね、魅力的なね、お店がね、たくさんあるんですよ。実際にほら、なんかこれ昭和チックでしょ。もうなんかね、ほんまに昭和の地下街っていう感じですよ。串カツ酒場とかね、他にもね、ずっとこういろんなお店があって、めっちゃいいですよね、これ。うわ、もう魅力ありすぎ。まあ今はね、マンボウでね、ちょっとお酒は提供されてないんです、どこのお店もね。お店も提供されてないんやけども、これ提供しだすとね、一回ちょっとね、行きたいですね。ここなんかほら、安い、ハイボール198円。うわ、安っ。でも魅力ありすぎますね。うわ、これはね、ちょっとね、また来ないといけませんわ。あとこのね、餃子酒場、餃子の酒場、餃子好きやからね、山寺ね、こういうとこも行きたいな。うわ、キューちゃん、キューちゃんなんかこれ見てください。7品付き生ビールセット1000円ですよ。これ7品付いてますよ。大丈夫ですかこれ。うわ、これはちょっと本当にね、またね、時間考えて、もうね、マンボウとかが終わったらね、行きたいと思います。焼肉スケゾー、これもいいっすね。これあかんね、ほんまにね、魅力的なお店がもうたくさんあってたまらんね、これね。ちょっとね、とりあえず山寺を、これ四つ葉屋さんもね、結構有名らしいんですよね。何でもありのお店で、でこのね、ひまわり、ひだまわりカフェのひまわりさんでね、ちょっとモーニングでも食べていこうかなと思います。もうこれも入りますわ。今回ね、お邪魔したお店はですね、メトロ神戸の、地下街にあるですね、ひだまりカフェひまわりさんにお邪魔しました。こちらね、朝ごはんね、食べてなかった、山寺ちょっと朝ごはん食べてなかったんで、ちょっと久しぶりにですね、喫茶店のモーニング食べたくなって、いろいろお店探してたら、たまたまね、いいお店を発見したっていう感じでちょっと入ってみました。なんとね、こちらのモーニングは、まあ種類もいろいろあるんですけども、ドリンクがね、飲み放題とかドリンクバーになってるんですよ。で、注文時ね、ファーストドリンクはお店の方が持ってきてくれるんですけど、2回目ね、おかわりするときからは、自分の好きなね、ドリンクをね、ドリンクバーでね、セルフサービスで、入れることができるんですよ。すごいですね。なんかコスパ的にすごいいいと思いましたね、ここはね。でまあ今ね、山寺ファーストドリンクは、アイスコーヒーを飲んでるんですけど、この後も結局アイスコーヒー飲んだんですけどね。こちらですね、モーニングなんですけど、スクランブルエッグかな、スクランブルエッグにトーストのモーニングですよね。でこれね、焙煎ごまドレッシングがね、サウザンアイランドと焙煎ごまがあるんで、山寺は焙煎ごまが好きなんで、この焙煎ごまをかけますわ。こんな感じでね。しかしね、これモーニングですよ。モーニングにドリンクバーがついてるんですよ。これはお得だと思いますね。それではですね、トースト、久々やな、喫茶店でトースト食べるの。喫茶店のトーストってやっぱり美味しいですね。普段家ではね、マーガリンなんですよね。マーガリン、バター美味しいわ。バターのね、塩加減がいいわ。うまい。これね、なんか、スクランブルエッグみたいな、卵かな、卵焼きかな。うまそう。ちょっとケチャップつけて。うまっ。
卵とトースト。これね、このキャベツね、食べます。野菜がやっぱついてるのがありがたい。うん、焙煎ごまドレッシング美味しいですね。うん、でコーヒーね、おかわりしてきましたよ。今度ね、この大きいウインナーを。うん、ウインナーをおかずにトースト、うん、ふわふわのねパンですわ。サラダもほんまに美味しい。うん、やっぱりね、あのごまドレッシングでやっぱ美味しいわ。うん、新海地の地下街って結構ね、レトロですよ、皆さん。ほんまにね、一遍来てみてください。あの、意外とね、素通りはするんやけどもね、新海地ってこんなの素敵な昭和チックな地下があったんやなと思ってね、まあ、前から何回か通ったことあるんやけど、今日はね、あの地下行くぞって思って来たんやけども、びっくりしましたね。気になるお店がね、たくさんありますわ。うん、今ですね、モーニング食べてきましたけど、和山寺はね、B セットっていうの520円の、ね、セット食べてきましたけどね、卵とウインナーと、ね、サラダがついてめちゃくちゃ美味しかったですね。ここはめちゃくちゃ良かったですよ、ここモーニングね。日だまりカフェ、なんかちょっと昭和チックな感じで良かったです。ということで、いつも和山寺の YouTube 見ていただいている方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。では。